エレーナ・ゲールマノブナ・ボドレゾワは旧ソビエト連邦出身の女性フィギュアスケート選手で、現在はフィギュアスケートコーチ。1976年インスブルックオリンピック。1984年サラエボオリンピック女子シングルソビエト連邦を代表。1983年世界選手権3位。結婚後はエレーナ・ブヤノワとしても活動。 1975から1976年シーズンにより本格的に国際大会へ出場した。1976年インスブルックオリンピックではコンパルソリーフィギュアで18位と大きく出遅れ、フリースケーティングでは5位だったものの総合12位に終わる。1978年欧州選手権でソビエト連邦女子シングル選手として初めてのメダル獲得となる3位となったが、 以後は、怪我に悩まされるようになり、競技会から離れた。1981から1982年シーズン、4シーズンぶりに出場した1982年、欧州選手権で、自身2度目となる3位となり、翌1982から1983年シーズンには、1983年、欧州選手権で2位、世界選手権では3位。これは、 ソビエト連邦女子シングル選手初のメダル獲得でもあった。二度目のオリンピックとなった1984年、サラエボオリンピックではメダル獲得も期待されたが、コンパルソリーフィギュアで2位スタートとなったものの、ショートプログラム及びフリースケーティングで大きく乱れ、総合8位に終わりメダル獲得はならなかった。後に引退。引退後は、 フィギュアスケートコーチとなり、タチアナ・タラソワと共に、モスクワを拠点として、主に、ロシア選手の指導を行っている。主な教え子に、ソチオリンピック金メダリストのアデリナ・ソトニコワ、エレーナ・ラジオノワ、マリア・ソツコワ、アナスタシア・グバノワ、男子シングルでは、アンドレイ・グリアゼフ、アルテム・ボロデュリン、マキシム・コフトゥン、アディアン・ピット・キー・エフラがいる。ありがとうございます。